キャサリン・ロスは、アメリカ合衆国の女優。以前は1943年生まれになっていたが、実際は1940年生まれである。ロサンゼルス市内のハリウッド出身。カレッジに通っていたが演技を学ぶために退学し、サンフランシスコに移る。ザ・アクターズワークショップで3年の間学んだ。1962年からテレビに出演し始める。1967年の、 卒業でアカデミー助演女優賞にノミネートされる。1969年の明日に向かって打て。で、英国アカデミー賞主演女優賞を受賞。人気スターとなるが、その後はテレビ出演が多くなった。児童文学作家として2冊の本を出版している。1960年に俳優のジョエル・ファビアーニと結婚するが、2年後に離婚。明日に向かって打て。 で出会った、撮影監督のコンラット・イル・ホールと1970年に結婚するが、1973年に別居して1975年に離婚。1975年にステップ・フォードの妻たちの撮影現場で出会ったスタッフのガエターのリーシーと結婚するが、1979年に離婚。 1984年には、レガシーで共演した俳優のサムエリオットと結婚し、1984年に娘が生まれている。来日もしている。ありがとうございます。